今回ですねあの、初月15万円売り上げた S さんを考察してみたっていう動画をですね、えー、撮影していきたいと思います。よろしくお願いします、まああの。まだ初月って言ってもですね、残り数日あるんですけど、なんかもう今月の売り上げが、えー、と15万円以上突破してで、多分利益も10万円ぐらい出てるかなっていう感じなのでいやーで、アカウントの方ももちろんゼロから始めて、いや初月でそんなにいくのすごいなと思って、ちょっと僕なりに あのいい部分とかを考察してみてでそのいい部分っていうのを逆に真似ていただければやっぱりあのそういった結果って出てくると思うのでこのモ,モ,モデリングっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。で S さんの方まあこの前のですね4日前ぐらいに確か数日前に対談動画であのアップしたので気になる方はですねあの対談動画を見てください。で僕のコンサルまあ1ヶ月ぐらいですね 最近またこんなメッセージ来てあの1,000ドル超えましたって来た後に売り上げ560ドル売り上げ追加されましたみたいなことが来てだから多分合計で20万円近く今月で売り上げきそういやそんなに行くのってすごいっすよねあの副業とかでその全然稼いだことがなくて本業をずっとやってた方でで20万円近く今月売り上げいくってすごいなと思って。 だって1年間続けたら240万円じゃないですか売り上げでだからで簡単って言ってましたねもうめちゃくちゃ簡単でっつって,て何が簡単ですかって言ったらやっぱりあの僕の動画とか僕のやってるジャンルっていうのをそれだけを忠実にやったって言ってたんでオリジナル性っていうのは全くやってなかったんですよ まあここもちょっと後々話していきますね。で、利益も10万超えていて、で、eBay は購入したことは一度だけの完全未経験なんですよ。なんか1個だけ評価あの増やすために100円ぐらいの商品買って、なんか評価だけ1個もらいましたみたいな、ほんとそれだけの方スタートなんですよね。で、なぜ初月10万円以上の利益が出たかを考察したんですよ、僕なりに。ー S さんは本業があって、 で結構忙しい方で僕の Zoom 勉強会とかも録画のみで視聴して参加したこともないし一一対一ででコンサルしたこととかも,ないんですよあもちろんちゃんと,とチャットはしてますけどねで僕がおすすめするジャンルが初めて取り組むジャンルなんですよ。 だからそのジャンルに詳しくも何もないし特に詳しいわけではないしあのー、なんだこれっていう感じのジャンルだったと思うんですよ多分ご本人からしたらで質問も全然来ない人で僕的にはあのやってるのかなって結構思ってたんですよでまあ本業忙しいのかなって思ってましてでそうしたらなんかすぐ売れましたとメッセージ来てで僕の方でアカウントチェックしてるんですよコンサル生のあのー、eBay とか SNS のアカウントとか でチェックしたら最初から完璧にモデリングしててだから僕の本当に狙っている商品だったりとかあのタイトルの付け方とか値段設定とかがああもうこれ完全に僕とほぼ一緒だなみたいな感じでほんとすごいなって思ったんですよねだから逆にそれしか教えてないのであのそれだけを忠実にやってるだけなんですよだから一切オリジナル性を持ってこない持ってきたことがないんですよ あのオリジナルでこの商品でいいと思いますかとかこういった質問一回も受けたことないんですよ。あそりゃあ伸びるよなって思いましたね後々考察してみたら。で本当にモデリングのみをやってたんでですよねでモデリングとはとにかく言われたことのみを主観を一切挟まずにコツコツ作業してたんですよ。もう主観を一切挟まなかったですね でこれが完璧にできてましたねだから僕を最初モデリングしてとか僕のおすすめする商品をモデリングしてやってくださいってことを伝えていただけなんですよねで逆に言えば最初から独自性とかオリジナル性を少しでも挟むとやっぱり失敗しやすくなるんですよ 例えばあの誰かなんかコンサルとかスクールとかでブログを教えててこのブログのジャンルの記事を書いてください書き続けてくださいって言ったのに他のジャンルを書いちゃうとか YouTube の先生がいて YouTube の人がこのジャンルの YouTube でどんどんジャンルあの動画をアップしていきましょうって言ったのに他のジャンルに手を出してこんなジャンルはどうですかって初めて2週間ぐらいなのにあのこんなジャンルいけると思いますとか。 あの始めて1ヶ月なのに、あのこういったジャンルも狙おうと思います。っていうのはあの早いんですよ。そういうことを言うのはこれは何でか？というと、まあ、例えば3ヶ月とか半年間あのしっかりと取り組んで、そこでま守破離って言うんですけども。あのそこをしっかりと最初ルールを守ってで3か半年後ぐらいでまあ、3ヶ月とか半年ぐらいでは。 ちょっとオリジナル性を出すぐらいだったらいいと思うんですけど最初の1週間とかで2週間とかでこの商品もいいと思いますとかあのこういったものもやってみますっていうとあの絶対にあの売上ととかも下がると思うれ何でかっていうと僕ってその1週間とか2週間で始めた人よりも僕も7年間やってるので,で7年間やった僕の経験上僕が教えているジャンルを最初からやってくださいって言ってるので。 だだかからら、あのー、そこをモデリングしてしてほいんですよねだから最初の1週間とか2週間とか1か月とかであの独自性とかオリ,ジオリジナル性っていうのを挟むと絶対に S さんを超えることっていうのはできないのでそこはもう忠実に僕の限定動画とかを見てあのそこだけを最初1か月まあ3か月ぐらいはそこだけを伸ばして1000品出すとかを。 していただかないと、やっぱりあの売れ行きとか、そういったのは絶対にあの上がってこないので、そこはあのしっかりと守ってほしいですね。で、これ、僕にも言えることで、僕もあの独自性をすぐ入れたがる人間なんですよ。あ、これいいと思います。とか、これチャレンジしてます。とか、僕自体があの。今まであのオリジナル性とか独自性をバンバンやってきた人間なんで。 今だったらちょっとその辺も考えが変わって今だったら本当にうまくいってる人をですねやっぱりあの参考にした方が成長がとても早いんですよで主観を一切挟まあ、主観を挟まずにモデリングして作業をするようにしてますね、まあ、例えばあの電子書籍だったら電子書籍のタイトルうまい方をモデリングするとか表紙をモデリングするとかあの eBay だったらまあ売れてる商品のジャンルをモデリングして売るとかまあブログとかもそうですよね ブログの記事の、まあ、SEO のタイトルとかもあのブログの内容、まあ、ブログの中身のサイトの構成とかこういったのもいろんなサイトのブログとか記事見て。 あのうまい人がいていたらあこれを参考にじゃ自分のブログも作ってみようとかこういったものも全部主観を挟まずにモデリングして今は作業するようにしてますねだからモデリングするってことはやっぱりリサーチするってことがすごい大事なので今すごいリサーチしてますねいろんな人の情報に触れたりとかいろんな人のコンテンツに触れることによってまあその参考できる部分っていうのを取り入れてあの作っていこうとしてますね で、まず、S さんの場合は、まあ、写真撮影がうまい、うまかったですね。動画に注意日。あ、動画に忠実ですね。本当はね、僕はあの写真撮影の動画とかも、あの限定動画で渡してて、 本当ににに動画に忠実にただだ写真を撮影してるだけなんですよ、まあ、例えば、あのー、電気とか使わないで日光,の日光の光を使ってスマートフォンで写真撮りましょうとかあのピンアウトを使って写真を大きく見せて躍動感を出しましょうとかこういったものを動画で伝えるんですけどやっぱりそこにあの独自性っていうのを一切持ってこないで、あのー、その忠実だけをやってたんですよ。 だから本当に忠実にやるってことがすごい大事だと本当思いますね。であとタイトル付けとか値段付けとかも動画に忠実にもう最初から完璧だったんですよね。いや最初からこんなに完璧にできるという、僕不思議に思,思ったんですけどこれ逆だったんですよね。最初からただ真似してやれば確かにこのクオリティは行くなって思ったんですよね。 ていうことは今やっぱり結果が出ないとかあの難しいと思っている方はオリジナル性とか独自性っていうのを絶対の挟んでくるようなことをやっちゃうとあの主観っていうのを挟んでしまうとやっぱりあのいろんなことが頭の中でごっちゃらがっちゃになっちゃってまだ始めたばっかりなのであのそこは絶対にですねあの動画に忠実にやった方がいいですね。だからもう絶対主観は もう挟まない方がいい方がです最初はだから僕のコンサルとかじゃなくてこれから誰かのコンサルを受ける人とかスクールに入る人っていうのがたくさんいると思うんですけどやっぱり最初とかはですねオリジナル性とととかかですすねねあの主観とかを一切入れない方がいいと思い方が思ます、ね、だから僕もコンサルとかスクールとかあの絶対にこれから何度も入ると思うんですけどあの自己投資しまくるんでその時にもなんか。 主観を入れないいでなんか素直にやろうって思いますねだから主観を入れると何で最初からオリジナル性を持ってくるんだろうって僕自体もやっぱり思っちゃう時あるのでそれはやっぱ逆の立場に置き換えた時にあ僕もやっぱり素直にやっていこうと思いましたね。で僕の限定リサーチ動画の商品のみを購入してるんですよ。だから一切主観で購入してないんですよ。仕入れとかもしてないので100%モデリングを忠実にしてるんですよね。 あのこの S さんっていう方を考察してみた時にあ確かに僕のやり方で本当に忠実に再現すれば、まあ、確かにこんくらいはいくんだろうなっていうことが思いましたねで SNS のアカウントも S さん2つ作ってて1ヶ月間で1,500人突破してるんですよでそこからの売り上げっていうのがめちゃくちゃあるんですよだから今、あのー、売り上げが少ないとかあんまり売れないっていう方はそのオリジナル性の独自の、あのー、商品とかも持ってきたりとかしてたりとか やっぱりあのちゃんとアカウント SNS のアカウントも育てますかっていうことなんですよね。1ヶ月間あれば本当にあに1,000人とか、まあ、800人から1,000人ぐらいだったらもう全然余裕でいくのでだから未だにその2つのアカウント合わせて200人とか300人の方っていうのは多分その動画,動画を忠実にあの そのアカウントの増やし作業っていうのをやってないのかなって思,う思いますねやっぱりコツコツ毎日そのアカウントを増やす作業をしてるから2ヶ月間1ヶ月間で2アカウントで1500人突破したっていうことになるんですよしかもアカウントの商品に一貫性があるのでその商品ページがめちゃくちゃ綺麗に揃ってるんですよね だからこれもオリジナルの商品とか主観を入れていろんな商品を入れちゃうと一貫性っていうのがなくなっちゃうのでファンがつきにくくなっちゃうと思うんですよねで SNS も見てるとまあそりゃファン増えるよねって感じで本当に丁寧に取り組んでるんですよで僕よりも全然綺麗なアカウントであこんなになんかなんかその隙間っていうかなんか本当に全部ピタって商品が写真撮影されてて本当に一貫性があって なんか商品アルバムを見てる感じであこんなに綺麗にできるんだって思ってあそりゃ本当にこのままコツコツやればファンめちゃくちゃ増えるなって感心しましたね。で今悩んでる人の特徴っていうのをちょっとかあの書き出してみたんですけどでこれに当てはまってたらあの 最初の数ヶ月間は絶対に直すすべきなんですよやっぱり独自性を取り入れてしまうとあ、もちろん経験がある方だったらいいと思うんですよ。もう ebay を、ebay をもう1年間やってますとか、評価100ありますとか、もうそういった方だったらある程度、あの今までの経験と僕の経験っていうのを組み合わせて、また新たなあのマネタイズができたりとかで全然いいと思うんですけど、例えばまだアカウントを作ったばっかりとか、 あのアカウントの評価がありませんっていう方は絶対にここに当てはまっちゃダメなんですよ。独自性を取り入れてしまってるとか最初の1週間とか2週間で,であとオリジナルで行動してしまうとかですよねあのこんなタイトルでやってみましたとかあの商品の取り方自分なりにこう取ってみましたとかあとこういうのは絶対ダメなんですよあとこの商品も売れると思ったのでとかあと性格はコンサルなんで僕にその。 この商品をオリジナルでやるんであれば一回相談してもらったら全然いい,い,いと思うんですよ。だから相談があったら僕は修正できるじゃないですか。その修正するかしないかっていうのはすごいで大きいのでその自分なりに商品を買って出品してみましただ,ただとやっぱり売,売れないんですよそれって。僕もさ7年間やってるんで やっぱりあの1週間始めたばっかりの方の評価ゼ0のアカウントの方と僕1800のアカウントの僕の知識だとどう考えても僕の方が7年間の知識っていうのが揺るぎないものがあるのでそれはだからあのオリジナル性は絶対に最初はあの取り入れないでいきましょうってことなんですよ。まず手張りの法則ですよね手張りこれもですね必ず検索してこれを守ることが超大事です。これはもうビジネス,のビジネスにおいて あのシュフリっていうのは本当に大事なので、価値のない商品を出品してもの。してしまっていることもめちゃくちゃ見てると多いんですよ。あ、その。商品、何も価値がないよみたいな <laughs>。あ、の商品見るのも結構多いんですよ。それ商品売っても、だからそれって独自性なんですよ。なんでかというと、僕が限定動画で。こういった商品狙いましょうとか、こういったキーワードで。あの狙いましょうって言ってるのに、全然違う商品が出てる時があるんですよ。 あの何も価値ががない商品がそれって出品枠の無駄になることなのでそういったのはやらない方がだから S さんの,あのアカウント見ると一切ないんですよ無駄な商品がだからそれって完全にあ完全にモデリング100%忠実にあの僕が教えたことだけやってるんだなっていうことがあるからで一番結果が出てるんだなと思って、まあ、考察した結果ですよね。 でまだわからないとか、まだ何を出品したらわからない、何を仕入れたらわからないってことだったら、もう一回限定動画をですね、見直すことがいいですね。で、限定動画で絶対1回しか見てないんですよ。で、最低人動画では3回以上見ないと忘れちゃいますね。これ、エビングハウスの忘却曲線って言って、人間をですね、あの、なんだっけな、数時間後にあの勉強したことの半分以上は忘れちゃうみたいな、翌日には20%ぐらいしか覚えてないみたいな。これが エビングハウスの暴却論って人間の脳ってもともとそうなってるんでしょうがないんですよだからこそあの1つのつ動画を最低ででも3回以上は見て欲しいですねで僕はやっぱりあの気に入ってる YouTube の動画とかっていうのは同じ動画でも5回ぐらいはあの何周もしてますのでもう何回も何回も見てますので同じ動画。 だからこういうのもやっぱり知識がエビングハウスの忘却,の忘却曲線とかも知ってればあ動画1回だけじゃダメなんだっていうお僕自体はその知識があるんで分かってるんですよだったらあの僕はもう同じ動画でも5回ぐらい見ようって思ってるんですよで1か月で本業とは別の収益が発生するってこれめちゃくちゃすごいことなんですよだから今まであのー、僕だったらもう7年間ずっと本業とは別に 今もこんな感じのことが本業になってるんですけど、まあ、普通に数年前とかは働いてたのでだ7年間本業とは別に収益入ってるってことはその前の数年間は入ってなかったってことじゃないですかだからその入ってなかった期間がやっぱり今,今もあのほとんど多分人間の9割日本人の9割以上って本業以外の収益ってないと思うんですよだから 本業以外で別の収益が発生するって本当にすごいことだなってあの思って行動とかあのコツコツやった方がいいですね。その行動とかその、まあ、仕事っていうかパソコン採用ですねで。まずやっぱりね限定動画に忠実に行動しましょうで。絶対オリジナル性とか独自性っていうのを取り,入れ取り入れるのはやめましょうってことですね。なのでこの前の対談した あの s さんの行動とかアカウントを見て考察してみた。結果っていうのは、あの完全に忠実にただ言われたことだけをコツコツやってオリジナル性を一切出すに出さずに丁寧にやっていただけなんですよ。この方本業があってあのめ,めちゃくちゃ忙しいのに、あの動画だけを見てあのやりましたって言ってたんですよ。質問も全然来なかったんですよ。 であの質問も来ないでアカウント見るといやなんかめっちゃ売れてるみたいな感じでなんかいつもびっくりしてるんですよねだから確実にそれが大事なんですよオリジナル性とか主観っていうのをまずは挟まないってことであで、のー、動画に忠実にやるで動画っていうのは1回見ただけだとあの人間の脳って忘れちゃうものなので、まあ、最低3回は見たりとかして あの確実にそのジャンルの商品を覚えていくってことがめちゃくちゃ大事ですので、まあ、まずはですねこんな感じで取り組んでいきましょうって感じですねだからまあ、まあ、YouTube 見てる方でも今後コンサルとかスクールに入る時は最初の方っていうのは絶対オリジナル性とか独自性っていうのは、えーまあ、出さないでまずは忠実に再現して あの言われたことをやるってことが結構大事かなと思いますね。まあ、それはもちろん自分僕にも言えることです,ですので、まあ、僕の方ももちろん今後ですねあの主観性っていうのを取り入れないでやっぱりあの最初の数ヶ月から半年ぐらいっていうのはあの完全にモデリングしながらですねあのビジネスをやっていこうと思います。じゃあそんな感じでですねあの、まあ、インターネットビジネスですね頑張っていきましょう。じゃあありがとうございました。